なんか写真週刊誌に撮られるっていうのはちょっとこうなんか有名勢みたいな、ちょっと嫌やけど嬉しいみたいなとこもあったりするけどな。ほんまにそれは一個のね、やっぱり夢じゃないですか。なんかな、羨ましいみたいな、なんかな、はい、めちゃくちゃ、うん、あの感じあるじゃないですか、その、うん、どっかから出てくる時のこの、うん、みたいな、この普通にハイチーズでは撮らない、あの道路から宅に乗る車に乗り込むみたいなみたいのな、あれを撮ってほしいんですよ早く。いやでもついでがあんだよ、俺初めて撮られたんは、はい、あれやで、岡本真理って知ってる、広末涼子のものまね、はいはい、広末涼子ちゃんがあのろうそくの人と結婚したやろ、はい、あのキャンドルジュンさんと、はい、あの恋愛してる時に、はい、ついでにみたいな、こっちの広末はこんなブサイクとみたいな、こっちの広末はほっしゃんと焼き鳥みたいな、ただの後輩やんか、仕事一緒になって焼き鳥二人食うててさ、はいはいはい、最後なんかタクシーさっき女の子が乗りって言って見送ったら、ね、はいはい、なんかヘラヘラした顔でお持ち帰りできずほっしゃん残念腹立つわ。ただその一方って言いたいだけがダメ、一方で言いたいだけやで、そんな後輩持ち帰るわけないしさ。そうっすよね、そうやん、なるほど。